ブロードウェイミュージカルカムフロムアウェイに出演します濱田めぐみです。よろしくお願いします。夜型ですね。あ、違う、朝型かな。好きな国、好きな国は、日本かな。毎日欠かせないことは、ワンちゃんの歯磨きですかね。日常での必需品はサプリメントです。初めて買った CD は、CD ローバーのトゥルカラーズ。計画的消費って半々ですかね。でもまあどちらかというと計画的6割、消費的4割。一番好きな食べ物、あ、グミ。初めて演じた役、なんかフランスの女の子だったような気がしてますけど、ちょっと名前忘れちゃいました。好きなテレビ番組、YouTube で映画チャンネルですね。好きな映画、この頃あんまり見ないですね。と今のところ出てくるかな。子供の頃のニックネーム、ハマグリ。人生で大切にしていることは、これちょっとこれネガティブな感じじゃないんですけど、いずれみんな死ぬんで、それまで楽しくネガティブなことを考えずに、それまでの人生楽しく前向きにいきましょうということで、いずれ人は死ぬぞ。はい、ありがとうございます。カムフロムアウェイなんですけれども、すごく素敵な作品になると思います。皆さん多分劇場に来て感動していただけるように、みんな結構頑張りますので、ぜひお待ちしておりますので、劇場でお会いしましょう。よろしくお願いします。濱田めぐみでした。